はい、こんにちは、イタリアンパパです。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日はレンコンソテー1人前から作っていきたいと思います。まず皮をむきます。この皮むきピーラーは、妻がパリで冗談で買ってきた大きなピーラーなんですが、実は使いやすくて何年だろう、6年ぐらい使ってます。ニンニク、これ気をつけてくださいね、包丁のせるような時は。皮をつるっと剥きます。あとはレンコンも切るときに硬いので、実は気をつけて切ってください。このレンコンソテーなんですけども、私がなんだろう、銀座でお店やってたこと、お店が終わって深夜帯ですね、居酒屋に行ってこのレンコンソテーをよく注文してました。シャキシャキのこう音っていうのが食感が好きで、レンコンないの、今日はレンコンないのみたいな感じで毎回まずこれを注文して、それからこう次のお料理なんか食べてたことがあります。今ではうちの子供もこのシャキシャキが大好きで、わざわざシャキシャキしてるって言って口を近づけてシャキシャキの音を聞かせてくれます。作り始めます。顔が油に映ってますね。もうそろそろ顔出しもしようと思いますので、ぜひぜひ。今回撮影のアングルを変えてみました。あとはガスコンロを買ったんですけども、少しずつ工夫をしながら作ってます。レンコンは油によく当たるように、全体にフライパンの面が当たるようにしてください。火加減は僕は結構弱火のお料理が多いんですけども、弱火のちょっと強めですね。そのまま蓋をして、これ水入れなくていいです。レンコン自身に水分で蒸し焼きにするような感じ、大体3分から4分ぐらい香ばしい香りがしてきたら OK です。見えますかね、ちょっと焦げた感じのところがありますよね。これが美味しいです。で、取り出してこんな感じで焦げた感じと、まだ火が入ってるんですけども、まだ硬く仕上がるんですね。これがこっちに行くんでしょうか。パンダさんにシャキシャキシャキって音がする。わー、食べてんなーって感じのグレーです。醤油を入れて、軽く混ぜてます。それで盛り付けです。こんな感じで簡単なんですよ。そして最後に一番欠かせないもの、これがないとうちの息子も怒ります。それは鰹節。いやー、美味しそうですね。